家の中の温度は人間が快適だったらそれでいいです。だけどそれであの子の体重がうんちの数とかね体重が維持されないんだったらちょっと暖かい方がいいし、温度差暖かい方がいい、うん、温度差すごいかも、温度差がつかない方がいい、つかない。今って携帯持ってらっしゃいます？ちょっとちょっと出してもらって、さっきのさ獣医師さんをちょっと検索しできますかね、あの YouTube を開けてください。 YouTube ちょっと待って。はい。ペルちゃんの電気電気屋さんしないんですけど、この中から。いや、昨日したから明日でいい。昨日してる。いいよ、あ、わかった。うん、それ。で、こして。はい。あ、出ました。あ、ありがとうございます。はい、そんで、再生リスト開けますね。で、一番下から。なんか2番目、はい、そうで、ここちょっと見といてほしいんですよね、うん、待ってる間にこれ小鳥の観葉保育園、こういうのをねちょっと発泡スチロールの箱をホームセンターで買ってきて作ってほしい、はい、酸素室？酸素室じゃなくて温度は一定にする、温度差を作らない環境、こういうのがあった方が絶対楽です。ただ先生今は普通に鳥小屋で、うん、ケージがあってアクリルがあるんですけど、はい、こっちに移した方がいいってことですか？いや、絶対移さなくてもいいんですけど、元気だったらそのアクリルの中で、うん、ただ温度差をなるべくつけるようにした方がいいから、もし体調が崩れた時にはこれがあった方 が、うん、これがあった方がいい。だからもう今からもう作っといた方がいい、もうだって危ないからさ、こんな状況だったら、うん、そうそう、じゃあホームセンターで発泡スチロールの箱買ってきて、うん、切り抜いてあげれば、そう、ああいう取り、そう、切り抜いて、で、はい、アクリルボードが透明の板をね貼り付けて、それで中に温度計を置いて、うんうん、で空気穴、ちっちゃい穴ね、大きな穴だったら空気が行き来しちゃうから、なんとなくちっちゃい穴を10個ぐらい開けて空気が行き来するようにして、で完全に蓋をカパッとすれば結構その中の温度は、うん、でこれが寒くなってくるとちょっと温度が下がるじゃないですか、そしたら鳥かごと発泡するの間にね、あの回路とか置いてあげると、うん、できれば30から33、調子悪い時はね、調子悪い時はね、うん、だけど調子がまだ、うん、毎日ちゃんとさえずってくれてるんだったら、うん、人間と同じ環境でいいんだけど、うん、これからはさ昼間暑くてもさ、うん、朝方冷えるじゃないですか、天気がいいと、うん、だから夜から朝はこういうとこに入れて暖かくして、朝が暖かい方が楽だと思います、うん、先生ちょっと見てもらってもいいですか？はい、いいですよ。ね、こうこんな状態でいつもこうやっているんですけど、これ金ボックスの一番上にこう段ボールがあって、その奥であの紙切ったやつをこうお家みたいに作って持っていくのが好きで、あ、そうそう、こういうのもやめた方がいいの？いや、本人が やるっていうならやらしたって大丈夫、はい、あのもう 痛そうというか、ちょっと行くのに億劫なとこもあるのかな。いや、いいですよ、大丈夫、うん、だからそれもなくしちゃうとちょっとかわいそうだなって。そうですね、うん、いや今のところはさまだ割と普通に生活してていいんだけど、うん、これから温度差が激しいと、うん、こう普通の子でもね温度差ってさ、それで体調崩す子多いんですよ、うん、ましてやこんなお腹がパンパンで呼吸器が狭くて心臓でかくて肝臓でかくてだと、うん、もう普通の鳥よりも数倍ストレスに対して、でストレスというのが一番が温度差の、うん、その日内のね、だから日内の温度差が7度10度つかないような環境をね作っていただけた方がいい、うん、と思いますね、はい、OK、それじゃあですね、じゃあ、あの今薬の処方はもう一度終わりますけど、薬が出来上がるまで、はい、でよかったらさっきのところちょっと見といてくださいね、はい、あれ患者さんが作ってくれた、あの患者さんに大抵小鳥の具合に悪い子はそれ作ってもらってるんですよ、はい、ありがとうございます。はい、すいません。すいません。